エスメラルダを踊るワガノワ、アグリッピなヤコブレブなワガノワは、ロシアのバレリーナ、バレエ教師、ロシアソビエト連邦社会主義共和国人民芸術家、ロシアの名門バレエ学校、ワガノワバレエアカデミーは、卒業生でもある彼女の名にちなむ、1879年に、サンクトペテルブルクに生まれる、定質バレエ学校で学び、1897年卒業と、 同時にサンクトペテルブルクバレー団にコールドとして入団。確かな技術、男性舞踊手並みの高さのある、跳躍、安定した動きで、バリエーションの女王の名を欲しいままにしていた。しかし、当時圧倒的に注目を集めていたバレリーナ、アンナ・パブロワや、マチルダクシェシンスカイアラの活躍もあり、現役時代は舞台に恵まれなかった。そして引退直前にバレリーナに昇格した。 1916年に引退。1921年から母校のバレエ学校で教える。ここで自分なりに理解したものを教授していき、次第に信憑性を深めていき、マリーナ・セミョーノワをはじめ、ガリーナ・ウラノワ、イリーナ・コルパコワ、ナタリア・ドゥジンスカヤラ、バレエ師に名を残すダンサーを次々と育て上げた。1931年から1937年まで、 キーロフバレエの芸術監督に就任。1951年、レニングラードで死去。1957年から、レニングラードバレエ学校は、彼女の名を冠するようになった。我がの輪の防避1934年に、クラシックバレエの基礎を出版し、世界中にバレエの教授法を広めた。イタリアで生まれ、フランスで育ち、ロシアで成熟したと言われるバレエだが、 我がノはメソッドは三国の特色の折衷を取りながら体のあらゆる部分を意識的に使ってバランスを保ち自然な流れでパとパをつなぐことを基礎とした実践的な教授法だった。数ある教え子の中でも特にセミオノアとウラノアはボリショイバレー学校でドゥジンスカヤは我がノはア,アカデミーで優れたバレー教師として多くの著名ダンサーを送り出し 我がのはメソッドの後継者となった、ありがとうございます。